それはいいんですけど、ちょっと確認で、ちょっと定期的なものだったらお断りしなきゃいけないので、来るんだったらこの安いっていうか、いや、なんとも言えないんで、それは雑誌とかもよくやるんで、勝手に、いや、ちょっと方が知らないでやっちゃうんで、わかりました。